管理所の伸びしょです。ゴッドオブやっていきたいと思います。前回メインクエストですね、進めてまいりまして、マグニとモージの話し声が聞こえたところで終わったのかな。で、このあれかなんだっけ、シンドリがいるところで終わったので、最新の注意を払ってくださいね。はい、なんといっても貴重な宝物です。はいよと。ここの続きからやっていきましょう。そうっていうか、これ俺てっきりツタ、あの茨のやつかと思ったけど、これ多分このままいけるよね。はい、オッケー、取れるもの、よかったよかった。危うく取れねえもんだと思って逃すとこだったわ。まあどうせあれに入ってるのはだいたいスバルトアルフヘイムのみたいなやつでしょ、多分ね、きっとそうだよ。ぜいじあーぽいほら、あーこの後シンボル系ね。このさ、シンボル系がだいたいあんまりいいのないよね。しょうもないのが多い気がする。まあまあいいんですけど、よいしょ。はい、ああいうのはなんかな、何かできるよね。売るかなんか新たに作るかみたいな、なんかできたよね。それはあれかな、呪力のやつだったかな。飲みのかけらを手に入れる。ほう、あれがかけらかな。これ降りるしかないよーね。オーディンの目みたいなカラス、お、怖っ。カラス全然いないね。偏ってるな、だいぶ。よし、はい、降りますよと。急ぐんちゃ、気づかれる前に飲みの先端を取っておさらばするぞい。なるほど。あら、これはどっち。ありゃりゃ、貴様、こいつがマグニ。うわ、めっちゃ強そう。観念しろ、万物の神のご意志だ。色かぶってる。断る。うわ、そうか、こいつの相手は任せろ。マジ、行け。あ、ですよねー。つもりだ。やばいぜ兄貴、このチビ弓持ってやがる。うう、怖いね。お前もチビじゃねお前もチビだろうが。よいしょ、危ねえ、怖っ。よいしょ、バカめ。えへへへへ、あれ、どうじゃどうじゃどうじゃ、ほら、よいしょ。おい、おい、何、パリできなかった。はい、おい、おい、バカめ。はい、おっと、バカめが、ほら、どうじゃ、ほら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 、シシガメ様、最高。はい、最高最高。そしてからの、あ、違う、これじゃない。何してんだお前は。おい、どうじゃ。そしてよいしょ、よいしょ、痛い痛い痛い。兄貴をかばいにきやがったな。おら、チビは俺がやるだと、やらせろかバカ。おら、スパルタスイージ、ふい、はいはい、ひざまずきおったな。おら、うまいもんじゃ、はい、うまいもんじゃ、はい、バカめ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 、うまいもん、膝をつけ、バカめが、はいはいはい、あいつ膝ついてるぞ、お前の兄ちゃん。どうした、なんだなんだなんだ、お、何、なんだその兄弟技。後ろにいろ、なぜつけ狙う。オーディンの目的は知らん。こっちから声がする、こっちから声がする。父ちゃんのお手では話す。黙れ、あ、何、うるさいな、う、危な、バカめが、バカめ、見えたろわ。すげえ、んなんでよく生きてる。いつになんかアトレースが険しい顔してる。指も持ってやし、うい、黙れって言ってるだろ。切れてる、アトレースが。もう一回思い知る。なんだ、危な、怖っ、おら、うい、なかなかなんか変わった攻撃してくるな。おれおれ、お、なに、なんだ、おら、どうじゃ、
バカめ、よいしょ、うっ、うん、いいよ、サラの、よいしょ、うん、うん、うん、バカめが、おら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 、おら、黙れ、シジガミ様、あ、やっぱ怒ってる、集中しろ、アトレスが、お前アトレスを何怒らしてんだ、こら、痛い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 、待てよ。しも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 いい連携してくるじゃん、なかなかいい連携してくるじゃん、危ない、痛い、お前もこれくれ、よいしょ、ういういうい、危ない、怖っ、ちょっと取らしてこれ、よいしょ、痛い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 、危ない、こいつらはなんかパリーできそうにない感じかな、危ない、ういあ、膝ついた、よーしよーしよっしゃ、はっはっはっ、シジガミ様、こっちに来て、こっちにいらっしゃって、あー素晴らしい、おらおら、おお、またなんか来たな、お前の顔が綺麗にブスな母ちゃんに似せる、はあ、母上のことは言うな、母ちゃんのことは言うな、誘いに乗るな、怒らせようとしたのにじゃ、なるほど、見え見るからの条件が、あっフェイント、あぶねえ、やられはせん、おいすまん、言い過ぎたがの、あっ痛い、あぶねえ、あ痛くねえわ、全然痛くなかった、ガードしてましたちゃんと、いよいよ、何こっちだよ、あぶねえ、バカだ、投げた、うわっ、くっ、やめろ、おい、ほら、痛い痛い、よいしょー、はい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 、よいしょ、ドン、よっ、はっ、しも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 しシマ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 シ、待て、この回復を取って、あー復活した、やったらやったらやったら、とりあえず大丈夫か、痛い、こいつ痛い、あの野郎バカめ、うい、よしよーし、お前じゃ、弟の方が強えな、弟の方が強え、いっぽれ、どこ行く、よし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 、どうした、またか、驚いたな、お前の母ちゃんはこいつと寝るほど死にガルだったのか、アトレウス、我を失うな、いいぞ、最高、トモちゃん最高、はい、嘘だ、やって今に後悔するぞ、クソあったるが、お前だ、逃げるのか、こんじゃなし、首もぎ取ってやる、あれ、熱だ、再発したか、血が出とるで、血が
僕は。お前、席に血が混じっとる。フレイヤに見てもらわんと。嫌だ。立てるか。大丈夫。その息じゃ平気だってば。なんという。気にかけておくぞ。大丈夫か、アトレウス。マグニトールの上の息子、大きな剣を持って稲妻の力を操る性格の悪いやつ、周囲に倒された。トールの下の息子でめちゃくちゃ嫌なやつ、メイスターと手を持ってて、稲妻魔を放つこともできる。父親がこいつの兄者のマグニを倒すとすぐに逃げちゃったけど、きっとまた現れるはずだ。その時こそ、今度こそ逃がしはしない。怒ってるね。どうやってとか言ってたけど、割とあっさり斧当たってたよね。レイプとコーキー、ありがとう。トールの一族のみが使用する雷が注入された金属、来たな。これが欲しかったんだよ、俺は。巨人ののみ、いてついた。お、さらにアップグレードが可能。これまあ別に戻んなくてもいいか。あえて後でスキルも上げよう。スキルというか、もしかしたらルーンの方が上げるかもしれないけど、とりあえずじゃあこれを取って、先端をポリッ。すげえ、なんかジュージュー言ってる。こうか。それでよい。これでヨトンヘイムへの旅のルーンを刻める。おー、橋を渡るはずじゃ。さらにの、術で封印された他の扉も開けられる。マジ？例えばそこの扉、波があるなら扉を通れるはずじゃ。なんやって。あ、待って、こっちは特に何もなしね。オッケー。あれ、くしゃみした。よし、接合点を見つけてから R に飲み打つ。はい。は？あ、なんか、あー、なるほどなるほど、こういうことか。へー、面白。よいしょ。開けまーす。マグニを殺しちゃった。そうじゃの。神のマグニを殺したんだ。大した神ではないが、まあそうだ。あのトールの息子。いや、大した神ではないというのは間違いか。アースガルズの神々が黙ってはおるまい。身を守った、ただそれだけだ。恐れることなどない。理由はどうあれ、復讐の種をまいてしまった。神を殺すだなんて。やばい。あれ、ちょっと待って、これな、あ、上に登れる用のやつ。あー、これ、これは、あー、後からどうにかできると願おう。あ、なんかキラキラしてる。あ、あの上にあるんだな、なんか。こっから届かないか。あ、いける。こっからやるもんじゃねえと思うけど。あ、やるもんでした。やった、やったぜー。よく見てみるものだね。よし、なんかこの辺もありそうなんだけどな。なんか鳥っぽい鳴き声が聞こえた気がしたんだが、気のせいかな。あ、あそこにとりあえずこれがある。はい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 。この周りにあってくれると助かるけどな、全部。そ、あ、ここにもある。これはここからじゃ無理かな。よっとーす。あー、ここからいける。わかりづらっ。よっ、これあるんじゃねえか、ワンちゃん。え、残り1個どこ。 R？ 違う、 N か。こういう時はちょっとあれだな、登ってみてもいいかもしれない。登って視点を変え、見てみるのが一番いいと僕は知っている。これ飛び降りれる？よし、 OK。 とりあえずここのアイテム取って、
いや、絶対どっかにある。あ、待てよ、この上降りれるな。ここが降りれるということは、ここからしか見えない何かが、あ、さっきのあれだな、多分 R だな。あ、ほら、あった。よし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 、はい、オッケー、よろしい。やったー、氷河の触媒、ヘルにある氷河のかけら、無限の嵐の5個はアップグレードするのに使用する。よし、はい、これこれあれだ、オーガだ、オーガの上半身。ほほう、よし行こう。この先にブロックかシンドリがいるな、多分シンドリだな。よし、よいしょ、よっ。ではぴょっ、あ、これ戻ってきたのか、なるほど。砥石を扱う際には細心の注意を払ってくださいね。なんといっても貴重な宝物ですから。へい、ねえ、聞きました？アース親族でトールの息子のマグニが死んだって。まったく、王子は殺したやつを血眼になって探しているとか、彼は相当殺気立っているようで。で、お二人がやったんですか？そんな大声で話さない方がいいんじゃない？いや、やめましょう。そうですよ、それがいい。探し回ってるって逃げてったけどな。シンドリとブロック有名だって聞いた。あれ、まあ半分は合ってます。聞いたぜその話。その話聞いた、聞いた聞いた。よし、おい、それでは。よし、回転。ではリヴァイアさんのアップグレードを。リヴァイアさん、イエス、新しいスキル、いいね。リヴァイアさんアップグレードして新しいスキルが解放された。イエス。カラーの、あ、この辺は、この辺は大丈夫だ。売っていいやつだな、もう。あとで売りつつ、あと何だったかな。レイプト合金、レイプト合金、これだ、これですよ。やったね、ダダーン、やりました。さらに強くなってしまった。もう一個ね、欲しいのがあんのよ。スルトの炎の塚頭、これがね欲しいなと思ってて、なんか読む限りではすげえ良さそう。筋力を大きく上昇させ、体力を少量回復し、通常攻撃にエネルギー波を放つ。結構強そうだよね。これ作りたいなと思っているんだが、ちょっと売却しましょうか。オッケー、では積んでいきましょう。よっからせ。そうすると、そうか、そこも通れるのか。よいしょ。ああ、調子が良くないようじゃの。大丈夫、咳している。平気だよ。平気じゃない、しっかりしろ。マジかよ。父ちゃん、あれあれ、ずれちゃった。父ちゃん、よいしょ。もうここやばいー。だー、オープン。ねえ、そういえばマグニは生き返らなかったね。確かに興味深い。アース氏族はバルハラへの生き方を知っておる。バルキュリアなしで行け、ヘルヘイムの門も通れる。何か意味があるのかな。おお、お、ね、またこれがここにあるの？あ、これはここにはめると、あ、待てよ、どうやって落とすんだ。なんか投げるのあるかな、この先に。待て、それかこうだな。はい、何もないです。あー、あった、普通にある。よいしょ、とりあえずじゃあ宝箱から取ろうかな。はい、はい、ダーステージ。よし、いつもの、いつものやつ、そしてこれ取って、よいしょ、
あ、投げちった。よし、で、ここにこれ投げる、そして撃つなあ。はい、降りてくる。そうするとこれをハメハメできて、これハメハメすると何になるんだろうな。ここにハメハメハメ、よし、お、これはツイート、やったー、普通にこれがもらえるんだ、ありがとうございます。あと何気7個なんだ、結構取ってる方だな。またくしゃみしてる。これ使うかもしんないからちょっと持ってくわ。あ、これもう落とすわ、ここで。よいしょー、見て、巨人の手のとこだ。ここ何なんだろう。漁師が取れた魚をここに運び、あの仕掛けを使って直接市長の調理場へ運んだのじゃ。ほう、残りはここで売られた。親指の下に出口がある、行く方法を探せ。あれ、親指かい、臭そう。よし、なんかこっちも行けるな。よいしょ、この辺なんもないのかな。なんかありそうな気がするけどな。ここから登るのか。登り、あそこを通れる。あれ、行こうか。なるほど、反対側の道から出られそう。これまずここなんかできるよね。動いてる。ああ、なるほど、多分行けそうだ。苦しそうじゃねえか、めちゃめちゃ。あ、これで、なるほど、巻き取る感じか。あ、ここからもなんか降りれたりするのかな。よし、じゃあ動かしてみましょう。さっ、ダダ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 ダ、よいしょー。で、荒らしてじゃねえ、下ろしてくれるんだ。よし、荒らして、それ、その鎖荒らして、離せない。あ、なるほど、上に鎖がある。はっ、止め、あべ、止めといて。あれ、どうして、どうして、どうしてよ。はっ、はい、はい、ペロン、よし、ほう、あれ、これ離せないの。は、あ、離せるじゃないか、なんだよ。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ん、ここなんかすげえ意味ありげだけど何もねえのかい。よいしょ、ではー、じゃあ、おー、だから箱、イエス、いいね。で、こっち渡れて、ここも下ろせると。よいしょ、はい、からの、もう行くだけか、これは。よし、はい、行きまーす。接合点をここです。あ、違う、あ、毎回ミスるな。1回目、こちらです。はい、こちらです。はーい、開いていく。結構一発で外出れるかと思ったら、ああ、こうようやく戻ってきた。なるほど、手のひらの下じゃ、もうすぐじゃの。そうじゃの、これはこっち来ちゃったかの。よいしょ、僕たちがやったこと、死んだ巨人を登って、落ちる土に乗って、悪い神と戦った。そうな、母上だったらよくやりきったと言うだろう。ついにこの隠し部屋に入れるわけですね。何隠してんの、何かある。エロ本どっさり、エロ本どっさり隠してんじゃないの。おっぱいいっぱい出てるやつ隠してるんでしょ。オーディンも好きでしょきっと、悪いやつだからな。よーし、おっぱい、暗っ、隠し部屋、
あーようやく一つ開けれたね。よし、オーディンの隠し部屋、エロいやつを7箇所に分けて隠したんだな。あ、これこれとか。どうですか、こっちだ。またあったぞ。全然エロくない。あ、こいつを知っとるか。サムールだ、石黒巨人。うんうん、ヨトゥヘイムの周りに壁を、種族を守るために作った最高傑作になるはずじゃった。最初の絵が焼けちゃったね。3枚目ならよかったのにの。実に残念じゃ。うん、神話を超えて次、これダダン、サムール、偉大な地区で巨人族の中でも特に大きな巨人。あ、これ読んだね、ここ。読んでねえかも。息子のフリームスルと喧嘩して殴っちゃって出てった息子を探して道に迷った。そこで出会った通りのみで頭を串刺しにされて町が丸ごとその巨体に潰されちゃったんだ。なるほど。サムラ、巨人族はアース神族から守るためにヨトヒームを取り囲む壁を作ってた。結局完成したのかな。さあどうでしょう。上には特に何もない。わっ、何なんだこのフィールドは。え、隠し部屋こんな感じになってるの。この場所まるで監獄みたい。だとしたら外の魔法の鍵の説明がつく。なるほど。でもそれだけじゃない、感じるんだ何かが僕たちを待ってるような。お前さんの不吉な予言は当たるからの。やめろよフラグ立てんのは。わからない、何か強力なもの。それが何であろうともどうにかする。ここまで来たのだ。だろう。はい父上。父ちゃん強えな。マジボスか何か。あ、帰れるなそこから。でもなんか船とかで帰った方がお話聞けそうな気がするけど。あ、でもここ帰、ここから帰っても聞けるか、迷うな。わ、なんだ、わ、すげえ行きたくねえ、嫌な感じがする。あ、宝箱がありますね。ちょっとこっちをまずここでこれを取って、心を沈めましょう。よいしょ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 。はい、小銭で心を癒して、ついに、はい、刻まれた闇の紋章、前にも取ったことあるな。これだけか、しょうがねえ。これは何？あ、違うわ。よし、ではではでは、怖っ、ほっ、わっ、囚われたバルキュリア。バルキュリア、まさか本当にやったのか。バルキュリア、ただの魂じゃないの。用心するんじゃ、肉体を持つバルキュリア、それ以上に手強い敵は思いつかん。攻撃してこない。僕たちに気づいてる？わあ！サブクエバルキリアを倒す。マジ？誰よ？バルキリアって。バルキリア？知らないんだよな俺。いや、めっちゃ強そう。何これ？鳥？あっ！死ね！ほら！あ、なんかエルフみたいなやつだな。バカめ。飛ばせぬ、飛ばせぬぞお前。危ねえ、ういって。でも全然痛くないかもしれない。よいしょ、おいしょ、おい、痛い。優しく撫でられてる、優しく撫で、痛い、優しく撫でられてる気がする。気をつけて。あいつ、ちょっと待って、危ない、痛い痛い痛い、めっちゃ強い、めっちゃ強い、待って、めっちゃ強い、いっちゃ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 い、よし、はい、お、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、心の準備がまだ、うわ、痛い、パリできない、早すぎて、やだ、おっ、バカがよ、できるわパリ、よいしょ、うわ、なあ、待って待って待って、ちょっと強すぎない。何こいつ、こいつも神なのかな。うん、まあまあまあ、でもやること、いや、てかね、動きが早い、
すごい早い。で今のはねちょっとやっぱ不意をつかれたところがあるから、うん、フェアじゃない、うん、フェアじゃないかな。だからここからが本番。ふっ、しれよいしょ、ほらギリギリで当たっていない。後ろじゃ危ない、待って後ろ、あ痛い、ちょっと待って危ない、ほいほいほいしょ、よいしょ、ほらどうじゃほら、ほいえい、どこか、よし、あ、できてんのか、できてたのか今。まだ無理だよ、痛い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 、待って、あ痛い、それ強っ、なんかガードフのもあんのか、待って早っ、あー大丈夫、見えてる、よいしょ、はいはい、それ何、こうか、よっしゃよっしゃ、バカめ、はい、ま、あぶね、ダンダン、ほっほっ、あぶね、こわ、いいぞ、さっきより全然いい、よし、ほっ、待って、おーっ、当たっていない、回復していく、はい、タンタン、ほぶら、それは避けなきゃいけないんだな、どこどこ、これはわかる、よし、分かってきた、よいしょよいしょ、はっ、痛い、待って、その後ガードフのバカめ、ほらタン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 、あぶね、あ、さっきと違う、あいだ、いって、大丈夫、やる、集中、ふっ、よし、ふっ、ふっ、バカめ、よし、ほら、はいはいはい、あぶね、その後、あ、さっきと違う、あ、あぶね、天才的、よいしょ、うん、見えているから、はい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 、あ、あぶない、はっ、よし、うん、はっ、強い、あぶない、よし、よし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 、倒せそうだぞ、でも白い歯を見せるな、はいはい、はっ、大丈夫よ、あぶない、ほっ、あいて、あぶね、いって、待て、よし、はっ、うん、うん、よっしゃー、ほら、どじゃー、どん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 、うん、うん、うん、怒ったぞ、お前は、この野郎、あぶねー、よし、よし、待て、ほっ、おっしゃー、からの、よし、よし、どこだ、あぶれ、やべ、クラッチした、来いよ、よっしゃ、よし、だん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 、はっ、よし、よっしゃー、しも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 、うん、ほら、しもしも強いな、いいね、これ、おー、やべ、早っ、バンブン、ブンブンじゃない、ブンブンじゃない、これ、あ、ブンブン来ない、ふっ、バカめ、はい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 、もう、あ、ブンブン、あ、ブンブン、はぶない、よーし、おい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 、きたー、ほら、よいしょー、どうなの、はい、羽もぎ取って、あ、もうこれも取っちゃう、全部取っちゃった、うー、そなたが汚れを解いてくれたのか、汚れてたんだ、心から感謝を捧げよう、だが姉妹たちも囚われている、姉妹、我が兜を取れ、あら、そして皆を解放して、バルキリアの運命はそなたらにかかっている、お、いっぱい回復落としてくれたな、バルキリアの運命か、選別者のサイドクエスト、大変だね、大きなものを背負わされたの、何を知ってる、
良い質問じゃ。じゃが答えるのは難しい。少しは知っとるが、バルキュリアの歴史のほとんどは謎のままじゃ。以前バルキュリアに関わった時は投獄までされた。答えになっていないぞ、クビよ。さっきも言ったが、複雑なんじゃ。彼女たちがこうなってしまった理由も何もわからん。助ければ何かわかるかもしれんが。また別のと戦うの？バルキュリアの運命がかかっとる。これ以上立派な任務はないじゃろう。危険を伴う。今に始まったことじゃないはずじゃ。それでこそお前さんじゃ。なるほど。オーディンの隠し部屋に行くとこのバルキュリアたちがいるんだな。倒すことは容易ではなく、立ち向かいには強力な装備が必要となる。なるほど。伝説の星を手にしよう。結構なんかボリュームがありそうなサイドクエストが。グンルの兜。やりました。無事倒せました。よかった。アースガルズの鋼、ほう、いいじゃない。これまた新たな装備が作れそうな気がするな。アースガルズの鋼、ね、お、これは何？え、口し下僕の羽。ダッシュ時に最大速度を少し上がる。わーい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 、どどどどどどん踏んでいく。なるほど。いやー、かなり強かった気がする。でもまあまあまあ、2回目で全然倒せますよっていう話ですね。うん、僕の前にかかれば大したことはないですよ、あんなやつ。よいしょ。はい。でもかなり動きが早かったな。パターン化だったからだいぶ攻撃パターンがそんなに多くなかったから助かったな。よし。そしたらどうしよう。これで帰るか。これで帰って終わっとこうかな今回。ちょっと短いかもしんないけど、うん、まあキリがいいっちゃキリがいい気がするけど。よいしょ。てか次は何？あー、ここ戻る。あ、いや、じゃ戻るわ。うん、普通に戻る。よっしゃー、外に出ましたよと。これで船に乗ってちょっとメインのアイコンのとこまで行ってみようかな。どうなるんだろう。さあどうする。トレイヤーに見てもらうのはどうじゃ。平気、もう大丈夫。少し休みたかっただけ。どこに行くの？うん、巨人の飲みは手に入れた。ヨトンヘイムへ行くにはもう一つ、頂上の門に刻む旅のルールがいる。それがあれば巨人の世界へ入れる。知らないの？わしは知らん。じゃが、ヘビには巨人はテュールに秘密を託しておったそうじゃ。もう死んでるでしょ。ああ、じゃが、あやつの宝物庫が近くにある。扉は神殿でした。ヘビが目を覚ますまで長い間湖の底に眠っておった。ヨトンヘイムの黒のルール、そこで見つかるはずじゃ。なるほど。宝物庫もいいけど、飲みを手に入れたんだし、探検するのもいいね。せっかく船もあるんだし。行けばわかる。せやな、そうだな、このタイミングで。なんだっけ、一個クエストやってないのあるよね。バルキリアじゃなくて炎の世界。あ、ニブルヘイムもやっぱいけるんだね。この炎の世界ちょっと行っときたいかな。多分俺が作りたい塚頭はそこ行けば作れるんじゃなかろうか、きっと。多分これでこっちでいいのかな。よし、戻ってまいったぞよ。よーし。これでキュールの宝物庫へ向かう。 OK。 じゃあそのまああのなんだ真ん中に、あ、じゃあ結局真ん中に行くんだね。何が見えなかったしやしいた。あ、今塔が、塔など見えん。あれ、気のせいだったかな。いや、消えたよ。消えた。え、どうなっちゃったの？ここ、あ、なくなっちゃった。え？
どういうことだってばよ。ちょっととりあえずこれ取って、ここは上がれないのか。なんかすげえ上行けそうな雰囲気漂わせてるけど無理だな。あーでもなんかこの奥行けそうな感じがしないでもない。あれ取れなかった今の。右に沈まったからちょっとそれ取って、あここか、なんだこの前も行ったとこじゃないか。ベルンドの谷、左の雫を取って上陸して終わろうかな。よいしょ、よっこらせ。あーここも変わってるのか。そうですか。よいしょ、ちょっと寄りたいかもしれないな。あーいやちょっと長そう。次回ここからやろう。そうしよう。よし上陸。ではご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。